商業高校剣道部です。今回の学校は福岡県粕屋郡宇美町にある県立学校宇美商業高校。宇美商業高校剣道部に注目します。こんにちは。宇美商業高校生徒会の健信とゆきなです。今回は宇美商業高校の剣道部を紹介していきたいと思います。剣道場はこちらです。それでは行ってみましょう。チームの魅力を生徒がリポート。今回のナビゲーター役は生徒会のゆきなさんと健信さんです。今回紹介する部活動は剣道部です。剣道部の皆さん、自己紹介をお願いします。2年生のゆうだです。1年生のあやのです。剣道部はなんと部員が2人しかいません。今から剣道部の皆さんにいろいろと質問をしていきたいと思います。イエーイ。皆さんはどんなチームですか？お互いに課題などを教え合って切磋琢磨できるチームです。日頃はどんな練習をしていますか？基本の動作である切り返しや打ち込み、試合形式の練習を頑張っています。今頑張っていることは？インターハイ予選勝ち上がっていくために日々練習を頑張っています。剣道部のあるあるを教えてください。声が大きくなることです。声を出すことで、相手を威圧することや気迫につながるので、それが日常生活にも出てしまって声が大きくなると思いました。画数の多い名前の選手は強そう。それは森戸が、トドロキなどです。実際強いですか？実際にはちょっとその選手の技量によるんですけど、大体は強く思います。名前で威圧されます。二人は得意技はありますか？目打ちです。出後手です。ではその技を披露してもらいましょう。それでは準備ができたようなので、二人の注目の凄技を披露してもらいましょう。ゆうたさんの得意技は基本の面打ち、相手の面を狙います。さすが、綺麗な面が決まりました。おお、すごい、すごい、すごい、かっこいい、かっこいい。綾乃さんの得意技は出後手。相手が出ようとするところに仕掛ける少し難しい技です。相手が出ようとした隙をついてすかさず小手打ち、一本決まりました。得意技を披露していただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。正直もう見ててマジで何を打ってるのかが分かんないぐらい早かったので、すごいびっくりしました。普段見れない一面も見れてすごかったです。技をやってみてどうでしたか？もっと素早く打てるように練習していきたいなと思いました。まだ自分の中で完璧と言えた出後手ではなかったので、攻めの中で打っていけるようにしていきます。ありがとうございました。改めて剣道部の期待の1年生です。自己紹介お願いします。福岡中央中出身の綾乃です。まずは剣道部に入部した理由を教えてください。この部活の剣道部はとてもかっこよく感じたからです。入部して良かったことを教えてください。入部したことにより出稽古や、他の道場への稽古する機会が増え、自分の技術力に向上につなげられたことです。これから入部を考えている後輩の
皆さんへメッセージをお願いします。初心者からでも大歓迎、大歓迎ですので、いつでも入部待ってます。待ってます。以上、剣道部でした。最後に一言どうぞ。これからも頑張っていくので、ぜひ来てください。待ってます。待ってます。待ってます。ということで、全部活を見ていきましたが、池田さんどうでしたか？それぞれの部活を楽しんでやっている姿がよく見えて、すごい良かったです。なんか剣道部は2人しかいないのに、それを感じさせないぐらい大きい声が出てて、すごい迫力がすごかった。逆に人数の多い野球部も、なんかもう練習、もうなんか礼儀からもう全て徹底されて、もうすごかったね。運動部だけじゃなくて、文化部の吹奏楽部もみんな仲良く、で素晴らしい演奏も披露してくれて、すごい温かい部だったなと思って、やっぱり印象の部活は全部素敵ですね。素敵。他にもいろんな素敵で楽しい部活がたくさんあるので、ぜひ海商業高校に来てみてください。待ってます。この番組では出演チームを常時募集しています。詳しくは概要欄のリンクから。